おかしいわね。私、以前にゲーム実況した気がするんだけど、なんか私に似たババアみたいなのが実況したことになってるんだよね。おかしい、おかしいわ。ばあ、ば、ばあ、ばあのばあ。あら、うなちゃんいらっしゃい。わあ、あ、違った。ゆかりさん、こんにちは。なんだかこの構図に既視感があるわ。お部屋の前に、こんなものが落ちてたよ。これ、ゆかりさんの？キャヌーモッド。これが、私の部屋の前に落ちてたですって。ごふん。私のです、ありがとう。いや、自分で買ったんじゃないんだけどね。確か、あかねちゃんが言うこれ使っちゃいなよってくれたんだっけ。あはははは。というわけで、早速インストールして、本来の私の姿に戻るとしますか。あばば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 。残念だったな。これはオナが持ってきたババアモッドだ。はっ。あたしゃどうしてこんなところに。そこにいるのは君江さんじゃないか。おっと。はじめましての人ははじめまして。私、バーバゆかりと申します。で、どうかしたのかい？バーバ、これから公民館へ、生き生き100歳体操をしに行くところじゃったんじゃが。バーバ、ホラゲやろうよ。どうしようかね。実はバーバの実況を見たいって言ってた人がいたんだけどな。ん？バーバがやる気ないなら仕方ないね。その人に、バーバは死んじゃいましたって言ってくるよ。なんじゃと、バーバのファンがいるのかい？残念だな。バーバの実況が面白かったらバーバの介護もしてくれるって言ってたのにな。やるよ、バーバ、ゲーム実況、スルー。というわけで始まりました。私の不安のものよ。よーく見ておくんじゃよ。バーバったら、介護してもらえると聞くと、まるで子供のようにはしゃぐよね。言わんでもええ言わんでもええ。バーバが可愛いのはみんな知っておる。言ってねえ。で、このゲームは、なんてタイトルなんじゃ？どういったタイプのホラゲかの？わかんないんだよね。うな、英語読めないもん。米国のものなのじゃな。まあタイトルはわからんでも、プレイはできるじゃろ。一見、内側に回っていくだけの変わった家に見えるが。段差のないバリアフリー。バーバが住むにはちょうど良さそうじゃ。このゲームは、ひたすらに呼び鈴を鳴らすゲームらしいよ。ほう、何かえ？呼び鈴を押すと訪問ヘルパーさんでも来てくれるってのかい？至れり尽くせりな家じゃ。なんとも趣のある音色じゃ。ベル一つ鳴らすだけでヘルパーさんが様子を見に来てくれるのか。サービス付き高齢者向け住宅というのは最高じゃな。あの、ヘルパーさん。どこですか？ヘルパーさん来てくれないし、暇だからちょっと田んぼの様子でも見に行ってこようかね。閉じ込められちゃった。困ったな。これじゃ徘徊できんわい。こんな時のための呼び鈴じゃ。カモンマイヘルパー。早く来ておしめ変えてくれないと床が大変なことになっちゃうぞ。あ、節電への意識が高いんだ。今のは訪問拒否のメッセージと見た。なんか、こう、ホラゲにしては、インパクトに欠ける演出じゃの。これじゃったらバーバのエキサイト100歳体操レベル50の回転技でも見た方が楽しめるかもしれん。ああ、あなたらいか？推定、776。ダメじゃバーバも英語読めんわ。推定さん。バーバにも一つこのダライをお願いします。いやん。ヘルパーさんを探すのに夢中になっていたバーバは頭上から降ってきたカナダライに気づかなかった。そして目が覚めたら体が縮んでしまっていた。バーバ、それ圧迫骨折だよ。はあ、サービス付き高齢者向け住宅の入居儀式ってこんなことするのかい。おや、節電協力へのお礼にアウトラスト御用達のカメラをもらったぞい。これがあれば、夜も安心して田んぼの様子を見に行けるね。夜の田んぼは年寄りホイホイなのじゃよ。お写真も撮れるんじゃの。じゃ、今のうちに家へ撮っとく。まだ大丈夫。ここだけの話。スノーで加工した可愛いバーバを家に使いたいと思っておる。じゃあバーバはペット層でも行けるね。ほっほっほ、一体バーバを何の動物で申請するんじゃ。チュパカブラかな。おっと、今回は鍵じゃ。呼び鈴は鳴らせんようじゃ。残念、出られないんだね。君江さんや、それ日本語なのかえ。とにかく、拾った鍵の使いどころを探してみるか。ここでもないと。じゃあ、向こうの、リビングみたいな場所。大丈夫かな？また、たらい落とされないかな？おや、手すりに何か引っかかってるようじゃ。あれは、写真じゃな。お、ここが拾った鍵で開く扉か。バーバ、英語だぞ。リングザベル、アゲイン。日本語でお願いします。もっかいベルレと書いておる。じゃあ今からベルるの？
いや、まず2階の写真を拾いに行こう。ここのすぐ左側に。あかんわ、ベルルカ。これ、呼び鈴を2回くらい連続で鳴らしたいと思わんかい？チンチンって？ムフフ、フフフ、やっべ、よだれが。ババア、施設に入れるぞ。はぁ、ご勘弁なすってくだされ。おや、もしかして、ヘルパーさんいるのかい？あの、そろそろ、バーバのおしめを変えて。おしめの話したら、声にならないような声を出してたな。そんなにバーバの介護するの嫌なのか。バーバ、幽霊に嫌がられてるね。どうしてじゃ、じきにそっち側に行くからほぼ同類のようなものなのに。悲しい、実に悲しいわい。悲しみの、ベルチン。これでまたリビングの方へ行けば何かが起こってると、そういう仕組みのゲームじゃな。あ、そういえば。いや、そういればとは言っとらんよ。クノは何も言ってないよ。さっきヘルパーさんがいた部屋は入れないの。いや、開くんかい。なんてヘルパーだ。訪問ステーションに追い返してやりたいわい。向こうもなんて利用者だって思ってるかな。写真を拾いました。いろいろ見て回ろう。冷蔵庫には、ナンバー式のロックがかけられておるぞい。超高級食材が入ってるかもね。フォアグラというやつか。一度は食べてみたい。あ、提供するときはバーバでも食べられるようにミキサーにかけておくれよ。ドロドロじゃん。なーに、マックシェイクみたいになるだけじゃよ。アイムラビニット。お、ここに写真を飾っていくのか。そしてベルチン。ちなみに、ベルチンと言ってもベルベルチンチンというわけではないぞ。ババア、あずきバー食べさせてやろうか。あずきバーは釘を打つためのものであって食べるものではないぞい。何かあるよ。これはブルースリーやジャッキーチェンがトレーニングで使ってるサンドバッグじゃ。燃えよドラゴンじゃよ。ドラゴンも燃えるんだね。ドラゴン持ってどういう意味じゃ。燃えよバーバ。そりゃただの仮装じゃよ。なんか気のせいか鼻歌が聞こえるような。あ、待ちやがれ。バーバのおしめも変えずしてナーニーが訪問ヘルパーか。絶対に介護してほしいバーバ VS 絶対に介護したくないヘルパーさん。うおーっと、動くタイプのサンドバッグとは対人相手の練習にはもってこいじゃないか。節電は大事じゃが電球から破壊してしまうのはいかがなものか。畜生、逃げられたわい。逃げるヘルパーを捕まえて破壊締めできるよう明日から走り込みと筋トレやっとくわ。テイクダウン取れるようタックルの練習もしなくちゃの。フィジカルババアだ。おや、この部屋の中にもサンドバッグが増えている。ということは、多分ここで何か進展があるということじゃないかな。これでようやく2階エリアを解放できたのか。お写真ゲットじゃ。とりあえず2階全体を探索じゃ。今は入れなさそうじゃ。扉に頑丈そうなロックがついてるから、まあ開けられるようになるのは、しばらく先の話じゃろうな。おや、木の板で補強されてる扉もあるのか。ここは普通に入れるんじゃな。お、小さな冷蔵庫の中から4桁の暗証番号が。じゃ、冷蔵庫のロック解除しに行こう。と、その前に。これは、監視カメラなのか。みよきみえさん、あの腰抜けヘルパーが映っておるぞ。ほんとだ。証拠写真も撮っておいてやろう。これで、貴様の介護放棄は言い逃れできまい。うはははは。すごいじゃん。今回バーバの圧勝だね。そうじゃろ。奴を徹底的に追い込んで、バーバの凄さを分からせてやるんじゃよ。もはやバーバの凄さが分かった頃には、向こうから介護させてくださいとお願いしに来るようになるじゃろう。ん？動きよったとい。他のカメラに切り替えたりできないの？これ、今、何も操作ができないんじゃよ。カメラの切り替えどころか、カメラの終了もできんのじゃ。一種のイベントなのかもしれんから、動きがあるまで待ってようか。お、これは。あ、右側にあるのって、木の板で封鎖されてる扉じゃない？うむ、とすると、このヘルパーは、バーバたちがいる部屋の前に来とるでないか。やったじゃん！やっとバーバおしめ変えてもらえるね。いや、あたしゃ騙されんぞ。こやつ、手ぶらでこの部屋の前に来とるでないか。バーバのおしめを変えるつもりなんぞさらさらないんじゃろうよ。もう許せん。何がサービス付き高齢者向け住宅じゃ。まったくサービスがなっとらんわい。今からバーバのおしめを変えるというのなら許してやろう。40秒で支度しやがれってんだ。ぐっ。
またしても逃げられたわい。こんな紐で何をしろというんじゃ。